香港チャンネル。最近、うん、美味しいもん食べましたか。美味しいもん、まあ、この間行った焼肉屋さん良かったな。焼肉屋さん。面白かったな。オーナーの、キャラ。またなんか行ってしまいたいなって思うのは何やろうな。癖になる。そうやろ。ほんまに面白い。まあ確かに。肉も美味しかったですね。美味しかった。はい。また行きましょう。はい。で今日は食べ物の話ですけども。うん、はい。またコオロギですが。どないしたん？いやいや、コオロギ。まあタレントさんとかでも、いや、美味しいで、みたいなことを言うてる人がいるんですが、うんうん、まあ、どう思いますかと。ああ、そう。まあ、それはそれで、俺、反対とか賛成とか、反対派でもないね。賛成派でもないね。俺は、食べへんって言ってるだけ。もっとやることあるやろって。うん、ほんだら、食料なくなったら、効力ばっかり食べんのっていう話や。だから、日本の畜産業とか、農業とか水産業の発展を先にせなあかんし、ほんで、自給率って言うてるやん。そこのところやろ。ほんなら自給率で言うてもね、お前カロリーベースで食料自給率ね、考えたら、アメリカ 132%、オーストラリア 200%、諸外国と比較すると圧倒的に低いんですよね。日本 37%。この間なテレビでね、やってたけどな、卵が高騰してるとか、はいはい、国産の卵がなくなるとか言って、うん、いや。よう考えてみよう。元はどっからの、お前、餌がし、ね、飼料が来てんねんって、はい、外国やんけ、ほとんど 100% 近く。鳥の餌はね。うん。それを言わんとな。うん、あんな経済なんかアナリストみたいなおっさん。はいはい、が、いや、国産の、国産のって、あおか言うねんって。そもそも餌がなかったら卵も生まれへんわ。そやろ、ほんまに。しゃあからそこのところを考えろって、ほんだ、肥料とか、そういうのも、やっぱり自国で生産できるように考えていかなあかんねん。だから、もんぺん立ち返ってね、昔はどうやったんって。うん。そやろ。自給自足で、ね。そういうことを考えていかなあかんのに、何でも海外、そっちの方が仕入れた方が安いからって。それのしっぺ返しや。高かってもええからやったらええやん。ほんで、日本のね、鶏卵っていうのは、安すぎるよな。俺はもう500円とか言ってもええと思う。はいはい。これ、なんでか、養鶏場見てみ。お前、過酷な労働で。そやろ。まあ。ほんで、ね、鳥インフルエンザが流行ったからって、1700万羽か、はいはいはい、近く、まあ、1800万羽近くも、殺処分やろ。うん。うん、で、まだ、埋めるとこもないってなったり、うん、とかいうところでもっと考えなあかんよな。いや。うん。だから、その鳥インフルエンザに、聞くような、鳥自体のワクチンとか、昔、森尾先生が、厚労省におった時に言ったら、えらい叩かれたらしいな。なんか、そんなことを考えて、ほんで、昆虫食？昆虫食。もう食べたい人は食べたいけども。まあそうですよね。いやいや。なんかね。いやいや、それ、子供にまずね、進めたりしてるやん、事業で、昆虫食実習で。はいはい、調理実習、うん。調理実習でって。それだから給食ではないねんけども、うん、東大教授がね、うん、子供を実験台にしてはいけないっていうのが、うん、確かにせやなとか思いますけどね。うん。うん、厚労省とかの、なんか海外でも、そこのね、で漢方では妊婦は禁忌って書いてるし、うん、そういうところのことも考えなあかんけども、テレビ出て、あれうまいわ、これうまいわって言うて、なんか環境に優しいとか、うん、そんなん言うてるのうさんくさいな。SDGs とかね、言うてる、ね。あれうさんくさいな。で、俺は思ってしまうわ、なんか。地下アイドルの女の子が動画の企画で罰ゲームで食用コオロギを食べてアレルギーで入院したっていうニュースもありました。そうやろ？甲殻類アレルギー。うん、そやからあかんよって。ほんまに。俺も痛風やけども、ロケで明太子食べましたけどね。我慢して。発症しました。いや、発症って言ったらもう2日後を発作出て指貼る。なんとか。でも、それぐらい仕事欲しいわ、と思ってやったんですよ。でも、まんべんなく自分の中でね、調節して、ほんで水がば飲みして、
やっぱりおしっこで流さなあかんなと。だから梅雨の時期とかが一番じたっと汗かくから血液がこうなんのよね、はい、うん、そういうのもあるけども、まあ甲殻類アレルギーでこれな、はい、ほなな、あのほら蕎麦アレルギーの人って亡くなったりするやん。しますよ。そうやろ、はい、だからそういうのもな、うん、あのそういう風のもあのやっぱり明記せなあかんのちゃうの、うん、アレルギーよね。だけどどっかの国のね、なんか偉いさんは明記はせんでみたいなこともね、義務はないみたいなこともね、うん、いやしてええんちゃうのって思いますけどね、うん、まあ、そんなんであのまああのタレントさんとかでわーって言うてんのは、うん、もう仕事欲しいとかあの好かれたいとかと思って言うてんのちゃ、うん、おいしい、うん、で使ってもらいたいとかもうちょっと、言うてやとか言われてるかもわからんしな、まあまあそう、ね、知らんけど知らんけども、うんうん、でもそんなタレントはうさんくさいな、うん、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますので。